7月31日第7レースネフェルリリー号に騎乗して通算200勝を達成しました井上寛太騎手です。おめでとうございます。ありがとうございます。まずは今のお気持ちをお聞かせください。まあ時間かかったけどなんとかできてよかったです。自分のイメージとしてはもっと早く200勝という区切りの勝利を達成したかったですか。まあそうですね、乗るからにはやっぱ一つでも勝っていかないといけないんで、まあ、ちょっと遅いっていうのはあります。デビューから7年目ですけど、ここまでの騎手生活振り返って思い出に残る勝利、どの勝利でしょうか。思い出に残る勝利ですか。はい、鎌倉記念ですか。あ、ストーンリバー、あのストーンリバーで勝った時は今思い出せますかね、その時の気持ちというのは。あ、はい、どんな感じでしたか。もう嬉しかったです。はい、うん、一番あの違う競馬場で勝利活躍をすることができるというその、まあ、嬉しさ喜びっていうのはどんな感じなんでしょうか。そうですね、まあ、全国で乗れれば一番お客さんもその多いんで、はい、もう同意だけにとどまらずに行ければいいなと思ってます、うん、では次の300勝400勝はもう全国あるいは世界で活躍を見せていきたいというのがありますか。ないですね。あ、そこまでオーバーそこまでオーバーでももっとたくさんなところで、まあ、騎乗回数も増やしたいという。そうですね、はい、はい、まあ、地道にやっていこうかなと。はい、今日200勝達成の時口取り写真は、可愛いお子様の姿が見られましたけど、はい、井上寛太騎手の勝負服を着て写真撮ってましたけども、はい、そういうご家族の、支え応援などはここまで騎士生活に、まあね、影響ありますか。まあ一人じゃないんで、まあ、いろいろプレッシャーもありますけど、まあ、少しでも楽にさせてあげたらなと思います。はい、では最後にファンにメッセージをお願いいたします。はい、これからも頑張ります。お願いします。